アリエテはイタリアの第三世代主力戦車。第二次世界大戦後初めての独自開発による設計で1995年より配備を開始した。アリエテとはお羊座の意であり、ギリシャ神話の主神であるゼウスの撮った姿の一つである。第二次世界大戦以前から国産戦車を製造、運用してきたイタリアであるが、敗戦後は ナトー軍の一員として 90mm 砲を搭載したアメリカ製の M47 パットンや 105mm ライフル砲を搭載した西ドイツ製のレオパルト1を使用してきた。1970年代初めにはレオパルト1のライセンス生産を行い、1970年代後半からはレオパルト 1A4 をベースにした初の国産主力戦車オブマイナス40を独自開発した。 オブマイナス40は輸出用戦車として1980年代から1990年代にかけてアラブ首長国連邦を中心に輸出されたがイタリア軍自身は採用しなかった。1980年代前半イタリア陸軍は1950年代以来運用して旧式化した M47 戦車の更新を迫られた。これに合わせて 主力戦車の技術開発力の向上をも図るため、1982年に国内企業に対して国産戦車の開発、生産を依頼することになり、オートメラーラ社を中心とした国内兵器メーカーのコンソーシアムとの間で開発契約を結んで新型主力戦車の研究、開発を開始した。コンソーシアムではオートメラーラ社が主導して1986年に、 最初の試作車が完成し、1987年2月に陸軍に引き渡された。その後6両の試作車が制作され、1987年にカロ・アルマート・ダバッタリア・ c 1アリエテの名称が与えられた後、1990年には陸軍への正式採用が決まった。同コンソーシアムは、その後 B1 チェンタウロ戦闘偵察車の開発も行っている。 戦後初めて本格的に開発した国産戦車でありながら 120mm 格好砲や複合装甲を採用する戦後第3世代主力戦車である同社は1994年までに合計300両の調達が予定されていたがイタリアの国家財政危機や冷戦終結に伴う国防予算削減の影響を受けて調達計画の先送り及び削減が行われ 結局、1995年から2002年にかけて合計200両が生産された。200両の調達が計画されていた発展型のアリエテマークにも同様の理由によりキャンセルされている。1982年に開発契約で示された設計仕様は以下の通りである。全面背面、レオパルド2のネームチャレンジャー1の重厚さなどに近いデザインでありながら、 イタリアらしいスポーティーなシルエットが特徴的な戦車である。圧縁後半の溶接構造による全体に四角いシルエットを持ち、全周旋開始砲塔の全部の被弾形視の傾斜が強く、これが外観上の特徴となっている。砲塔は多少前後に長い。車体と砲塔の全面部に複合装甲が使用されている。 車体全部中央右に操縦主席と左に27発分の弾子を有し、さらに砲塔後部、バスルにブローオフパネル付きの15発分の弾子がある。砲塔内右に社長と砲手、左に装填主が登場する。車体後部にエンジンのパワーパックが収まる、標準的なレイアウトである。120mm 砲の薬室規格は、ナトー戦車の実質標準である。 ラインメタル 120mmL44、格好砲と同寸とされており、NATO に参加する他国の 120mm 弾薬を相互に使用できる。二軸安定であり、走行間射撃が可能。本社では、アップフスズ T とヒート MP が主に使用される。エンジン部は変速機と一体化されたパワーパックとして搭載されている。ありがとうございます。